実は昔俺さ新井さんに助けられたことがあったんだわ。え、秋山さんが新井の兄貴に？ああ。ところでお前、俺が昔ホームレスだったって話は知ってるか？ええ、まあ噂程度に聞いたくらいですが、本当だったんですか？実は俺ホームレスになる前な、東都銀行通銀行で働く普通のサラリーマンだったんだ。え、秋山さんが銀行員？ああ、今から5年くらい前の話だ。6年くらい前までの俺の人生は、綺麗な階段を汗一つかかずに登るような順調なものだった。東都大の法学部を卒業、東都銀行に入社。俺は金融工学のプロフェッショナルとしてエリート街道を歩め始めた。じゃあどうしてホームレスなんかに？クビになったんだよ、2005年の初めにな。クビ？なんかやらかしたんですか？業務上横領、つまり会社の金をこっそり盗む犯罪だ。え、どうしてそんなことを？知らねえよ、だって俺は横領なんかしてねえんだからさ。は？どういうことですか？はめられたんだよ、会社にな。いきなり業務上横領の疑いをかけられて、懲戒免職ってやつだ。そんなバカな。まあ普通そう思うわな。俺も何かの間違いだと思ってた。だが現実は違った。俺が当時担当していたとある会社の口座にあった100万円がある日突然俺の個人口座に振り込まれていたんだ。それでクビですか？ああ、何を言っても無駄だった。銀行は俺を告訴しないことを条件に一方的に俺を懲戒免職処分とした。その後俺は真相を探った。それまでに貯めた金を使い方々手を尽くして調べ回った。でも結局分からずじまい。そのうち貯金も尽きて神室町で路上生活を始めたんだ。それでホームレスですか？金なんて簡単に増やせるって思ってたのにさ、元手と信用がなければ何にもできないんだよ。所詮俺は他人の金で遊んでいただけだったんだってその時初めて分かったんだ。え、じゃあどうやって金貸しなんてやれるほどの大金手に入れたんですか？拾ったんだよ。は？だからさ、お金が降ってきたの。それからパーッとそれを拾ったのさ。いや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 、本当だって。知らない？ミレニアムタワーで爆発があってさ、そこから大量の札束が降ってきた事件。あ、知ってます。じゃあ秋山さんはその金を？そう、だいたい100万くらいだったかな。死に物狂いで拾い集めたよ。この金さえあれば俺はもう一度人生をやり直せるってな。なんか運がいいんだか悪いんだか分かんねえ感じですね。まあな。だがその時の俺にとってその100万円は命と同じくらい大切な金だった。だがそんな大事な金をこともあろうに俺は盗まれちまったんだ。路上で寝ている隙にな。誰にですか？町のゴロツキさ。あの頃からこの町はホームレス狩りとか言って、路上で寝ているホームレスを襲うような遊びが流行っていたからな。待ってください、それじゃもしかしてその時に秋山さんを助けたのが？そう、新井さんだ。当時新井さんは金村工業に入ったばかりのチンピラだった。そのチンピラが俺から金を盗んだ連中から金を取り上げ、ホームレスの俺にわざわざ届けてくれたんだ。どうしてそんなこと？新井さんは涙を流して喜ぶ俺に言ったよ。俺がこの街を変えてみせますって。兄貴、俺はその時誓ったんだ。もし俺がこの100万円でのし上がれた時はこの人にかけてみようって。かける？ああ、この人なら神室町って猿山のボスになれるかもしれないって思ったんだ。神室町ってのは弱いやつから強いやつまでいろんな連中が集まってくる、いわば一つの群れみてえな場所だ。だが集まってくるやつらには一つだけ共通してることがある。何ですか？夢だよ。
カムロ町に飛び込んだ人間は皆必ず夢を見てる。夢。いい女を抱きたい、金持ちになりたい、えばりたい。どんなちんけなもんであっても、ここに集まる連中には皆それぞれの夢がある。だがその夢を叶えられるやつはごくわずかだ。そして人は夢を諦めない。生きていくのに必要なもんだからさ。わかるか？はい。皆夢を見続けていたい。だからこそこの町では人に夢を見せられる人間が求められているんだ。それが新井の兄貴だと。ああ、良くも悪くも人間ってのは強さに憧れる。新井さんにはその絶対的な強さがある。俺はそう思ってんだ。ボスがいない猿山は機能しない。この町は今強いボス猿が必要なんだ。カムロ町って町は今までずっとそのボス猿を極道に求めてきた。だが桐生一馬というカリスマが去った今、ボス猿となれる人間はいない。機能しなくなった町から猿は去っていってしまう。強いボス猿を求めてな。なんか深い話っすね。まあちょっと回りくどい言い方だったが、要はそれくらい俺は新井さんに欠けているってことだ。わかりました。俺、秋山さんの夢のためにも新井の兄貴を必ず見つけます。このお金はありがたく使わせていただきます。おう、何か分かったら俺に連絡してくれ。はい。ただいま。あ、ギドさん。あ、どうもっす。もう。
thinking about you. Listen to the beat in my heart. I just want to be with you.
行った行った。ちょっと花ちゃん大変だよ。花ちゃん、花ちゃん、しっかりしろ。社長、お帰りなさい。一体何があったんだ。それが。木戸さん、ごめんなさい。ちょっと買い物に行ってて。ああ、すいません。勝手にお邪魔してます。社長、今ちょっと取り立ての仕事に出かけちゃってて。あ、でもそんなに長くはかからないと思うから待っててください。あ、お茶出しますね。あ、お構いなく。どうしたんですか？何か忘れ物とか？いや、ちょっと秋山さんに確認し忘れたことがあって。携帯にかけたんですけど繋がらなくて。ああ、そうでしょう。社長いっつも寄り道して遊んでるのを邪魔されるのが嫌で携帯の電源切ってるんですよ。おかげで仕事が片付かない片付かない。秋山さんらしいっすね。客さんって感じじゃないな。降りない人たちだな。すみませんけど帰ってもらえます？社長も外出してますし。それでも用があるって言うんなら私が相手に。え、危ない。花ちゃん、花ちゃん、
Yeah.
Thank you.
Ah!
の違いを教えてやる。さてと、会長さん。待て。わかった。顧客名簿は返す。あれ？それはもらったものじゃなかったでしたっけ？返さなくても結構ですよ。あんたをぶちのめしてから勝手にもらっていきますから。すまん！この通りだ！勘弁してくれ！しょうがないね。それじゃあどうしてこんなことをしたのか全部話してもらいましょうか。焦って。
ええ、来たね。時間通り。君なら約束を果たしてくれると思っていたよ。秋山さん。ありがとう。その代わりと言っちゃなんだけど、一つ教えてほしいことがある。何ですか？どうしてリリちゃん、人を殺して回ってるの？金村工業の組長を殺したの、君だよね？違います。大女優ってバーの店長もそうだろ？どうしてあんなことしてるんだ。あのライター。ライター？そう、君が初めてうちの店に来た時に持ってたライター。
あれだよ。あのライター大女優って店のだったでしょ。そのことを聞いたら君は以前世話になった店だって。ええ、あの店ね、女装バーだったんだよ。知ってた？店のキャストは全員男だったんだよ。だから君が働いていたというのはおかしい。なら君は一体いつそのライターを手に入れたのか。きっと店長を殺した時だよね。現場で死んでいた男の上着には柴田組の代紋がついていた。最初は柴田組の犯行かと思ったけど違ったみたいだね。この前君とデートしてる時に襲ってきた柴田組の連中、あれも俺じゃなくて実は君を狙っていたんだろう。君、本当は何者なの？柴田組とはどういう関係なのかな？秋山さん。ん？あなたはさっきお金を返さなくていいから教えてほしいって言ってましたよね。ああ、そう言った。じゃあお金は必ず返します。なるほどね。だから教えたくないってことか。すみません。どこか行くの？ええ、私にはまだやらなきゃいけないことが残っているから。そうか。じゃあまたしばらく会えなくなるね。はい、わかった。じゃあ全てが終わったら貸した金返しにまた店まで来てくれ。ええ、また君に会える日を楽しみに待ってるよ。
誰や俺は。この店のオーナーの秋山という者です。宗者さんは。俺は真島組の南っちゅうもんや。真島組？それってあの神室町ヒルズ建設に絡んでる東上会の大幹部の？そうや、あの真島組や。お、ちょっと待ったね。この曲、俺のお箱や。よっしゃ、行くでおい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 。ああ、お前ら声出せや。って、あれ？あらら？何やっとんじゃ悪い。いや、送信ボタンを押したつもりだったんですが、押し間違っちゃったみたいで。申し訳ない、暗かったもんで、つい。暗かったからつい押し間違えた？兄ちゃん、その話ほんまやな。そうか、なら、ま、いいわ。南さんでしたっけ？あ、もや。あの南さんのご用件は何なんでしょうか？おお、それやそれ。この店にリリって女がおるって聞いてな。なんや、えらいべっぴんさんらしいやないか。そんでちょっと指名したらなあかん思てな。リリですか。申し訳ありませんが、彼女は本日をもって店を退店しました。え？ねえと？そりゃ困るわ。彼女に何かご用ですか？そう、俺も親父からその女連れてこい言われただけやからな。親父？親父ってあの真島さんにですか？そういうことや。せやからリリって女の居場所教えてもらえないか。お客様、申し訳ありませんが、キャストのプライベートを教えるわけにはいかないんですよ。そういったご用件でしたらお引き取りください。あ、ありがとう。私はね、一度自分の店で働いたキャストを理由もなく売るような真似はできないんですよ。なんや、かっこいいこと言うとるやないか。ええ、私は常にかっこいいオーナーでありたいんですよ。おもろい兄ちゃんやな。じゃあけどこっちも遊びやない。ヤクザが何もせんとタダで帰るわけがないやろ。金ですか？んなもんちゃう。ちゃんとあんたの口からその兄ちゃんの居場所聞き出さんごとには帰られへんねん。どうしてもお帰りいただけないようでしたら、実力行使ということになりますので、よろしいですか？ほう、いい度胸しとるやんけ。ほんなら、こっちも力ずくでも教えてもらうで。Oh!
しぶといね。さすが真島組だ。くそ、また負けるわけにはいかんのじゃ。やめや。お前の歌は宴会の時だけで十分や。お、親父。親父？まさかあの真島組長。この音痴から聞いとるかもしれんが、リリッチ女を探しとる。ここにおるんやないのか。彼女はもうここにはいませんよ。どこに行ったかも知りません。そっか、遅かったっちゅうことか。リリに一体何の用です。リリは柴田組に追われていた。まさか真島さん、あんたもそのことに関係しているんですか。そうなんか、柴田組が。教えてください、真島さん。リリは一体何者なんですか。なぜあんたたちに追われなきゃならないんですか。あいつは、安子ちゃんは俺が守らなあかんねや。安子、それがリリの本名ですか。なんであなたが守る必要があるんですか。それが俺の償いやからや。25年前のあの日のな。償い？
おう、兄弟。おう。あ、真島さん、いらっしゃい。お邪魔すんで。いや、それにしても暑いな。まだ4月やっちゅうのになんやねんな、この暑さは。なんや、30度もあるらしいわ。ほんま、この国はぶっ壊れとんのとちゃうか。この国っちゅうよりもこの世界やろ。これがいわゆる環境破壊っちゅやっちゃ。お、自分ちょっと頭良さそうやん。当たり前や。オゾンがどうこう言うてたわ。誰がや。うちの親父が。ハ島の案が。なんや、世の中の流行は環境問題らしいで。これからうちらの業界も環境に気ぃ使わんといかんらしい。はあ、アホらしい。おれ。うわ、スイカや。せや、こないに暑い日にはちょうどええ思ってな。へえ、春先でもこないに立派なの売ってるもんなんやね。ま、ちょっと高かったけど。せやけどしばらくの間こないなもん食えんようになるやろし、前祝いみたいなもんや。前祝い？おう、安子、せっかく兄弟が来てんねん。ちょっとビールでも買うてこいや。はいはい、行ってきます。あ、なんかつまみもいる？おう、頼むわ。わかった。